けのことなのになぜイラついてもありとあらゆる出来事の答えは誰かの受け売りばかり見極める目はどこまでも衰えてく流されてた方が確かに遠回りせずに当たり障りのない日常を過ごせるけど僕らはいつだって理屈を並べ自分を正当化して生きている気が立っていたってせめてその自覚だけは失わずにいたい自分が正しいと強く感じたらそれが一番危ういってことさI'm not your enemy.